きょ午後、青葉区の仙台西道路のトンネル内で車4台が関係する事故がありました。この事故で60代の女性1人が軽いけがをし病院に搬送されました。警察によりますと、きょう午後1時30分ごろ、青葉区の仙台西道路川内トンネル内で仙台方面に向かって走行していた乗用車にトラックが追突する事故がありました。 追突された乗用車が前のか前の軽貨物自動車に追突するなど、合わせて4台の車が絡む玉突き事故となりました。この事故で60代の女性1人が足の痛みを訴え病院に搬送されました。警察はトラックの運転手の前方不注意が事故原因とみて詳しく調べています。